はい、テイルズ・オブ・グレイシャス F 続きからやっていきたいと思います。前回アンマルチア族のね、里まで戻ってきて終わりましたね。なので、トリマ、どこ行ったらいい？家ですか？そうだよね。どこ行くか分かってないんだけど。一回ババ様の方行ってみる？ありあり。え、でも家先行くか。とりあえずこれでみんな戻ってきてくれれば、まあ戦闘面はね、多少楽になりますから。あ、いたわ。こっちだった。とりあえず発生したモンスターを倒してきましたが、今後もモンスターが発生しないという保証はどこにもありません。やはり原因を叩かないと。そうだね、早いとこホドランに行かないと。ソフィ、ごめんな。ずっと一緒にいてやる約束ができなくて、俺はお前より先に死んでしまうけれど、お前と一緒に考えたり悩む時間くらいは十分にある。一緒に、俺はこれからお前と親子として一緒に考えていこうと思ってる。ソフィー・ラント、これからはこれがお前の名前だ。ソフィー・ラント、お前は今日から俺の本当の家族になるんだ。ソフィーを正式にラント家の子として迎えるということか。親父が俺やヒューバートのことを思ってくれたように、そして今でも俺の心の支えになってくれているように、お前の支えでいられるようになりたいんだ。小さい時は俺の方が子供だったから、ちょっとおかしな親子だけど。おかしくないよ、とっても嬉しい。兄さんの子供になるなら僕とも家族ですね。そうなると弟くんはおじさんになるのか。あ、おじさん。となれば未来のためにモンスターの脅威を取り除かないといけないな。人の存在は罪。永遠を誓えない生き物、曖昧な言葉を信じてはダメ。あの方何なのかしら。どうしてそんなこと言うの。あなたは誰なの。誰なの。自己紹介してほしいよね。ねえねえソフィー、こっちの機械とこっちの機械どっちがいいかな。右の方かな。それじゃあこっちとこっちでは。左。何をやっているのですか。里のみんながフェルマーに結婚祝いをあげたって聞いたから、私も何かあげなきゃって思って選んでたの。それでその機械ですか。そうそう、プレゼント用に作ったんだよ。これが全自動肩もみ機械、こっちが全自動卵割り機、こっちは全自動パンこね機。結婚祝いなのに何の色気もないプレゼントですね。そうかな。ああ、それでもパスカルさんの心がこもっていれば何でもいいと思いますよ。何でも。ええ、それこそあなたが顔を出してあげて笑顔を見せてあげるだけでもいい。パスカル、フェルマーのところへ行こう。パスカルの笑顔を見せてあげるの。そうだね、よし決めた、行こう。そしてウハハハって笑うぞ。あ、ちょっと待ってください。ウハハハって、ああまったく。もうでもそうですね、あなたのその笑顔を見るだけでも。あら、
ソフィー、これ食べるか。ありがとう。ソフィー、寒くない？毛布用意あるわよ。うん、平気だよ。ソフィー、疲れていないかい？まだホドラに着くまで時間はある。少し眠るといい。まだ眠くはないよ。みんな優しい。大丈夫。ソフィー、その困ったことがあったら僕にも相談してください。ありがとう。教官、パスカル、みんな私に優しいの。私もソフィーに優しくなでなでしちゃうよ。パスカル、やめろ。みんなもちょっと来い。お前らが急に構い出すからソフィーが怖がってるぞ。もう少し考えろ。まったく。すみません。ごめんね、ソフィー。ううん、嬉しかったよ。みんなありがとう。ということだ。みんな解散。ブー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 。そうじゃない。優しくされると不安。いつかそれがなくなるかと思うと。確かにね。じゃあパーティーどうしよう。セリア入れて、ソフィー入れて、このメンバーで行く？いや、パスカルもう使いたいけどね。パスカルにしとくわ、じゃあ。はい。HP なかったね。まあいいか、別に。じゃあ、とりあえず。どこに行けばいいんだ？どこに行くって？ちょっと。あとここ出て、はい。どこ行くって言ってた？そうだ、忘れてた。どうしたんだ？何？バロニア城へ行かないといけない用事があったんだ。デール公に報告することがあって。一人で行っちゃうの？心配しなくてもいい。一人で行ったりはしないよ。よかった。そういえば、僕もバロニア城に忘れ物をしたの。リチャードも？じゃあ取りに帰らなきゃいけないね。そうか。一度帰ってもいいかもしれないね。よし、そうと決まったら出発だ。あ、じゃあ行きましょう。出発だ。僕の忘れ物は大きすぎて、え、持ち運べないけどね。思い出忘れ物。まあ、ちょっと思い出のことは置いといて、とりあえずね、うん。本当にここで合ってる？違う方来てる、ごめんなさい。え？文字ピッタンじゃん。文字ピッタン手に入れました。へぇ。そういうのあるんだ。なるほど。まあ、バンナムだもんね。本当にデール校に会うので、え、うん、こっちよね。ここを上よね。いつもここ迷うんだよな。うん、さっきは迷ったおかげで物もらえたからいいけど。ちょっと話がある。しばらく待っててくれるか。うん、わかった。一人でうろうろするなよ。迷子になるぞ。平気だよ。リチャードも一緒だから。そうだな。そんなめちゃくちゃ広い街ってわけでもないしね。アスベルはいつもソフィーのこと心配しているんだね。いつもアスベル、私のことを見ていてくれてるよ。でも時々一人になって考えたいこともあるの。そうか、そうだ。よし、行こう。僕の秘密基地。秘密基地？ああ。でもここでアスベルを待ってなくていいの？
そこの兵士に伝言を残しておく。そうすれば大丈夫だよ。どこ行くんだろう。ここだよ。変わってないな。懐かしい。自分の部屋にいると常に誰かが僕を見張っていたから、誰にも見つからずに考え事をしたりする場所が欲しくてね。それが秘密基地。そうさ、辛いことがたくさんあった時、ここに作ってあった秘密基地によく逃げ込んだものだ。そこで何をしてたの。毛布にくるまってリンゴを食べたり、冒険小説を読んだりね。そうしていると不思議と辛いことと向き合う力が戻ってきたんだ。でも今はないね。ああ、もう片付けてしまったからね。私も作っていい？やってみるか。力作るんだ。うわって言ってるよ。大丈夫？え？できたね。あ、できた。ソフィー。ラントに戻った後、アスベルトの生活の中で一人になりたい時があればここへ来ればいい。ラントじゃどこにいてもアスベルが探しに来てしまうだろう。優しいリチャードね。じゃあここで毛布にくるまってカニ玉食べながら花の図鑑を読んだりしてもいい？カニ玉をちょっと毛布にくるまって食べるのはちょっとどうかなと。付着しない？もちろんさ。そうして元気になったらソフィーはアスベルのところに戻ればいい。ソフィーの悲しい顔に一番悲しむのはアスベルだからね。けどここが私の秘密基地になったらリチャードの秘密基地がなくなっちゃわない？僕はもういいんだ。僕はもう大人だから逃げ出したりはしない。この秘密基地は君にあげるよ。でもそれでもリチャードが秘密基地に来たくなったら。え？来てもいいよ。ここで一緒に本を読んだりおやつを食べたりしよう。そう。二人ともこんなところで何をしているんだ。やばい、秘密基地バレちゃった。秘密。秘密って。大丈夫だよ、悪い話じゃないから。むしろ君を思ってのことだから。あ、俺を。いいから行こう。いい話だったねこれね。なんだよリチャード。いいからほら。悪じゃない秘密結社、いいね。まあ、これは見てよかったね。で、とりあえず飛ばなきゃいけないよね。あれどうやって飛ぶの？あ、これがアガン。え？フィールド？フィールドでも飛べないよね。
界の中心のこと？ここ？絶対違うよね。これやん。ラストバトルした場所やん。普通に来れるんだね。あ、ここで道具屋とか行けるじゃん。なんかいいの売ってないの？待って。これ、良くない？はい。ちょっと待ってよ。ソフィーが、これもあるでしょ？で、レアクロークを、どうしようかな。絶対装備した方がいいよね。はい。いや、もう一個買いたい。もう一個買いたいけど、きついかな。いや、でも、リアライズすればいけるんじゃないかな。多分。え、あれは買っときたいよね。そうだよね。ちょっと安いな。売り値が安いぞ。うん。もうない。大した金にならない。これとこれ。こんなもんですか？ 39,000。ま、買えるけど。買えるけどって感じ？今じゃない？いや。これは買っとこう。うん。306から380は上がりすぎじゃない？買っときます。はい。で、ここ100円なんだ。安い。いや、違う違う。次のとこ行かないと。なんと関係ないもんね。こんなとこあった？人の姿はない。何でもかんでも進んじゃう。え、合ってるの？ここがホドラか。本当に寂しいところだ。合ってたわ。ここだった。大昔はものすごく栄えていたはずなんだけどね。あれ、何かな？まあ、なんか森あるよ、ちゃんと。花畑。あの方は何なんだろう。あの子、ちょっと待って、ありえなくない？ビーム打つのはダメだと思う。え、あの子と戦うのかな。きついんだけど。死ぬかと思った。そりゃそうよね。ここはホドラの町なのか。今は見る影もありませんが、昔は結構な都市だったようです。繁栄の跡か。物悲しいね。あのお花畑の子って、目の錯覚じゃないのよね。俺も確かにこの目で見た。生き残っている人がいたということかな。そうだとしても、枯れた大地の中であの生命力は不自然だ。今のはモンスターか。来るよ。
本当にモンスターじゃん。ウィーバーさんにはだいたい、なんか集中攻撃されてない？一瞬ね、何が起きたの？ありがとうレイゼット。ちょっと待って、魔法がつらい。痛い、嫌です。いいね、はい、当たらないだと。嫌ですねこいつ。これは目も当てられない。そうだね、ごめん、本当にごめん。なんかめっちゃいる。あ、でもカラフルね。まだモンスターが残っているわ。大掃除が必要そうだね。こんなのいなかったじゃないね。あ、いや何、好きなように倒せってこと？全部倒そっか。虫弱そう。はい、行きます。虫弱そうとは。バイバイ。はい、まあ、でもいいね、虫のおかげで余裕かも。こっちかな、届いてない。魔法はいいかもな。うん、待って、いかつくないソフィーの武器、でかでかいな。この人倒して、何これ、謎のロボットが。いった、僕を怒らせたこと後悔するんだな。あんまり聞いてない。終わらせてやる、すべてを切り裂く。シューハー暴走さん、レアショット、レアショット、ナイスディバインセイバー、うん、すごいすごいダメージ出たんだけど、ありがとうヒール。もっとチームワークを意識しましょう。チームワーク、チームワーク、仲間同士の連携ってやつだな。それは同感です。早速毎日の訓練のメニューを今紙にまとめます、ね、形から入るやつだな。私も形から入るタイプだから一緒だわ。本当に休める？おー、休める。あ、依頼を見る。おー、のんきじゃない？普通に敵いるのに宿で休んでんの、マジのんきだと思う。言ってあと2体ぐらいでしょ、でも。何これ、なんかやばいのいる。これ強そう、なんか動きトリッキー、動きトリッキー。え、なんで、何が起きたの。ま
まあ、アイテム変えるからね、別にいいんだけど。ちょっと待って、釣りよ。え？やばい、来てる、こっち来てる、こっち来てる。なんで死んじゃうの？まあ、アイテムすぐ変えるから別にいいんだけど。ソフィーに何が起きてるの？あいつ強くない？あのなんか鎧の人、ね、こいつこいつ HP も多いしな。はい、はい、1体になっちゃえばでもね、うん、なんとかなったか。いや強いってちょっと1回アイテム買いに戻っていい？だってこのあとさ、全部倒し終わった後に何か来る恐れもまああるじゃない。うん、よいしょ。道具やライフボトル、はい。そういえば武器屋ってなんかあんのかな、まあ、特にって感じか。すごい強いよみたいな、まあ特にないね。あと1体よね。よいしょ。必ず行き、待って、これ2体はきつくない？マジかよ、割とマジかよじゃない。やばいやばいやばい、逃げて逃げて。痛い、死ぬ、死ぬね。この野郎やっていいことと悪いことがあるのよ。ほんとよ。ふん。ふん。とか言って。なんとか片付いたか。これからどうします？まずは町の中で情報収集だ。わかりました。情報収集っつってもね、もう。人はいないからね、持ちの論でね。あの子いるんじゃないの、あの飛べないわ、あのちっちゃい子、名前なんだったっけ、なんかいたよね、あのちっちゃい子おりそうなもんやけど。あ、おっと、帝国ラムだかな。魔物増殖、魔物増殖？さっきの魔物がそうってこと？エメロード博士は全て記録。そのエメロードについてとこう、味噌もらいました。あ、味噌を作るという文化はあるのね。うん。赤味噌ですか？何味噌ですかって。そうね、そっちはまあ関係ないとして、あ、おるわ人。さらに研究にある場所のコンピューター、何を言ってるのか分かんないね。まだいる？あ、いけるやん動かないと思ったらいけたわ。ここには人いそうじゃない？あ
いる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 。対価をくれればいいよ。ああ、これあれじゃない、他のキャラになれるよみたいなやつだね。まあこれあるあるですよね。ここかな。職人衛星の名前、それがパスワード。こんだけ？こんだけみたいです。で、あと喋ってない子、挙手してほしい。私ですって。休憩所なんだ。さすがにここには何もなさげだね。あ、休める。はい。で、そこ二人は喋ったから、これで終わりかな？うん。地下1階。あ、いる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 。あ、プロトス兵士なしか。多分そうだよね。サイ。あ、サイだ、サイ。一体何があったんだ。何何？どれどれ？あ、すごいムービーとして撮られてるのね。何あれ？何今の？え？え？ちょっとよくわかんないわね、今の映像だけ見ても。これは今の光はフォドラのエリスかな。でも、だとするとこっちの地図に載っているのは何かの施設のようだけど。エレス研究所？フォドラの核を調べていた施設みたいだね。場所はわかりますか？うん、シャトルに座標を転送すればいけるよ。はい、準備完了。これでバビョッと飛んでいけるよ。町にまでモンスターがいたこの状況では外は危険かもしれんな。サイ、研究所が今どうなっているのかわからないか。実際に行ってみるしか手はなさそうだ。ああ、パスカル、お花畑の場所はわからないの？結構飛ばされたからね。大体の方向ならなんとなくわかるけど。あのね、私、あの女の子に会わなきゃいけない気がするの。どうする、アスベル。まずは研究所だ。その後で花畑も調べてみよう。あれは俺も気になる。わかった。ソフィーもいいか。お、元素研究所が追加されました。じゃ、一回飛んでみる。一層一回飛んでみようか。ここか。ね、
飛べないじゃない。あ、飛ぶのにここからじゃ無理なのね。シャトルモードにならないもんね。なるほどね。一回出ろってことね、ちゃんとね。そうだよね。あ、イベントがあるからか。なるほど。どうしたの？何何？わかるの？なるへそ。何を言っているかわかるんですか？いや、さっぱり。え？サイ、一緒に来てくれるの？アスベル、いい？あ、もちろんだ。まあ、サイはいい子そうだもんね。うん。これでサイがいい子じゃありませんって言われたら私ちょっと泣くかもしれない。まあ、ここはきっとダンジョンだよね。うわ、ダンジョンだ。そうだよね。何があったらこうなるんだ。町や他の施設とは明らかに雰囲気が違いますね。なんだか気味が悪いわ。気味が悪いわ。風化の具合からして数百年以上前にって感じかな。フォドラが滅んだ時期と重なるかもしれないね。滅んだ。大丈夫？どうしたの？やっぱり私のこと呼んでる。ソフィーにしか聞こえない声がしたのか。早めに中を調べた方が良さそうだね。なるほどね。セーブあるね。じゃあ一旦今回はここで終わりたいと思います。次回できる女を見るところからやっていきたいと思います。はい。どうなんでしょう、長そうですね。次回でここクリアできたらいいねっていう。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。